渋谷クロス FM バイス。こんにちは。6月16日水曜日、時刻は15時午後3時を回りました。この時間からは渋谷ボイスをお届けいたします。毎週水曜日のお相手は私佐藤由美です。本日も渋谷公園通りにありますシダックスカルチャービレッジ1階渋谷クロス FM サテライトスタジオより生放送でお届けしております。さあさあさあ、本日の渋谷のお天気はちょっと曇り空なんですけれども、気温は 24.5 度ということで、比較的、まあ、最近ね結構夏日が続いてたりしたので、過ごしやすい気候なんじゃないかなと思うんですが、まあ、この後も雨が降る恐れというか、あの雨が降るかもしれませんので、傘はお忘れなくお出かけください。で、今傘持ってらっしゃる方もね、電車の中などに忘れないようにお気をつけくださいね。さあさあさあ、いよいよ関東甲信も梅雨入りしましたけれども、やっぱり私ちょっとこの梅雨の季節、まあ、気圧の影響もあるとは思うんですけれども、なんだかちょっとすっきりしないなと言いますか、こう寝起きが悪かったりとか、体がねちょっと重いなぁなんて思ってるんですね。で、そういう方も多いと思うんですけれども、特に去年とかもすごく梅雨の期間が長かったので、まあ、そんな気圧の変化にちょっとあの苦しんだ梅雨の時期ではあったんですが、今年はもうちょっと梅雨のこの気圧に負けんぞと思って、私ちょっと一つある習慣を始めましてですね、まあ、どうしたらこう体だったり頭だったり心がすっきりするかなって思った時に、あ、体を動かすことがすごく大事だなと思いまして、私ラジオ体操を毎朝始めたんですね。で、ラジオ体操のいいところって、実は科学的にもたくさん証明されていて、たった3分でできる全身運動なんですね。で、こうラジオ体操をやることによってどんな効果が、健康のね効果があるのかちょっと調べてきたんですけれども、まあ、全身運動による基礎代謝アップ、そして血管年齢の若返りでしたり、新陳代謝の向上による脂肪燃焼効果、そして体力年齢の若返り、さらに、血行促進による首肩のこり、腰痛の予防解消、そして屈伸運動や、跳躍運動による骨粗しょう症の、予防、さらにはですね、まあ、目標を設定することによる活動力の向上ということで、もういいことづくめなんですね。しかも3分なんですよ、たったのその3分で全身運動ができて、こういった風にね、あの体だったりとかも心もそうですしね、いいこと尽くしなので、ちょっと私始めてみて、やっぱりすごくやることによって体も起きたってなるので、すごくいいなと効果を早速感じているところであります。ぜひ皆さんもこの梅雨の季節、まあその梅雨の季節のみならずですね、ちょっとたった3分でできる全身運動、ラジオ体操で元気に毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか、という私からのご提案でございました。さっさ始まりました渋谷ボイス。前半はいつものように渋谷イベントインフォメーションです。渋谷界隈の旬な話題、皆さんにお届けしていきます。そして後半15時25分頃からはゲストコーナーです。本日のゲストは料理愛好家の早川みりかさんにご登場いただきます。そう、振り返れば昨年の2月にご出演いただいたぶりということですのでね、本日はどんなお話を聞けるのか、皆様お楽しみなさっていてください。またこの番組では皆さんからのメッセージメールにて募集中です。メールアドレスはこちらです。 info@shibuyacrossfm.jp まで皆さんからのメールどしどしお寄せください。それではこの後15時50分までのお時間、私佐藤由美にお付き合いください。さあ本日のオープニングナンバーに参りましょう。シホレインボーさんで地球人。
さてここからは渋谷イベントインフォメーションです。渋谷界隈の旬な話題皆さんにお届けしていきます。本日はまず先ほど入ったニュースからですねお届けしたいと思います。ジャニーズ事務所の公式グッズを扱う原宿のジャニーズショップ原宿が8月31日に移転のため閉店するという話題です。原宿駅近くの路地に位置するこのジャニーズショップ原宿は2フロアにわたりアーティストの写真などのグッズを展開してきました。まあ、皆さんもね原宿行ったらやっぱりジャニーズショップのこの列とかもね土日にはよく見てたんじゃないかなと思うんですけれども、混雑時には表参道近くの一角で入店を待つ人たちの行列も見られていたんですね。そして移転に向けましてこのジャニーズショップ原宿は7月23日から8月31日でですね、ラブ原宿と題したポップアップショップを展開する予定ということです。でどこに移転するのかと言いますと、こちら渋谷にございます西武渋谷店の B 館地下1階でジャニーズショップ渋谷としてオープンするということです。実際に今この同じフロアにはですね、ジャニーズジュニアの公式グッズ専門店ジャニーズアイランドストアが出店しておりますが、こちらのジャニーズアイランドストアが、7月の17日に一時休業します。そして改装を行いジャニーズショップ渋谷とともに9月にリニューアルオープンするということです。現在のジャニーズショップ原宿の営業時間10時から19時となっておりまして、事前予約制となっております。このジャニーズショップのことを略してジャニショって言うんですけれども、そう、まあ、ジャニショといえば原宿だったのが、まあ、9月からはこの西武渋谷店の B 館地下1階に
移転するということですのでね、新しくジャニーズショップ渋谷として生まれ変わりますのでね、もうジャニーズファンの皆さんはもう知ってるかと思うんですけれども、こちらお間違いのないように。そしてポップアップショップもですね、7月の23日から8月31日閉店する日まで、開催されるということですので、お楽しみに。さあ、続いての話題です。こちらはちょっと恵比寿の話題でございますが、デンマーク初の e バイクブランドメイトバイクの旗艦店メイトバイク東京が恵比寿にオープンしてから間もなく3ヶ月を迎えます。経営は国内の総代理店のチームメイトということで、この e バイクとは、まあ、スポーツバイクに電動アシストユニットを搭載した電動自動車のことでして、2016年にデンマークの姉と弟による兄弟が立ち上げたこのメイトというブランドなんですが、過度な交通渋滞や気候変動などの、環境問題を背景に、自転車がより社会地位の高い交通手段として根付くことを目的に設立されたブランドなんだそうです。そして今回ですね、日本初上陸となります。駒沢通りにはですね、自転車の人口が多いことに加え、坂が多いことから、あらゆるシチュエーションで試乗していただけると想定し、今回初の旗艦店を恵比寿に出店したということなんですね。そして販売するのは、街乗りから、山道などのオフロード走行まで対応するメイト X250 ということで、価格は33万円するんですが、サイズは高さ124センチ、全長が180センチ、幅65センチで、折りたたんで持ち運びもできます。重量はバッテリーを含め 28.5kg、タイヤは太めのオールテレーンということで、全地形を採用するほか、 250W のモーターを搭載、ギアは8段階で変えることができるんだそうです。最大アシスト走行距離は 80km、走行中に充電が切れても通常の自転車として走行することができます。そしてこちらですね、メイトバイクの旗艦店メイトバイク東京にはカフェも併設しておりまして、元俳優の坂口健二さんが手掛けるコーヒーショップザ・ライジングサンコーヒーの、コーヒー豆を使うアメリカーノでしたり、オーツラテなどなど提供しているということです。実際にオープンしてから3ヶ月経つんですけれども、オープン後の来店客は30代から50代の方が中心で、男女比は7対3で、まあ、男性の方が多いそうです。密を避けたい人でしたり、ステイホームによる運動不足の解消、そしてオフィスワークからテレワークになり出勤が減った人など、コロナ禍を背景にこういったね、e バイクなど、こちらを利用する方が増えたということなんですね。現在恵比寿にオープンしておりますメイトバイクの旗艦店メイトバイク東京、営業時間は11時から19時となっております。こちらのお店で試乗もできますので、ぜひ気になる方はこちらのお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、前半2つニュースをお届けしました。後半も2つお届けしますが、その前に本日の2曲目をお聴きください。スペアレートで I Know
渋谷クロス FM バイスバイス。さあ渋谷の街、傘を差す人が増えてきました。ちょっとパラパラと雨が降ってきましたね。皆さん引き続き足元お気をつけてお出かけなさってください。さあ続いて引き続き渋谷イベントインフォメーションです。渋谷界隈の旬な話題皆さんにお届けしていきます。後半も2つお届けしますがですね、まずはこちら、代々木公園の近くにクリエイティブオフィスができますよという話題からです。クリエイティブオフィス JIN 代々木公園が9月代々木公園の近くにオープンいたします。こちら運営がトランジットジェネラルオフィスグループのリアルゲートということで、皆様おなじみ、まあ、昭和21年に創業されて皆様に愛されているハチ公ソース、皆さんご存知でしたか。このハチ公ソースを製造販売するハチ公ソースが所有する築35年のビルをリノベーションして、今回このクリエイティブオフィスが建つということなんですが、名前のジンはですね、自由な手法やテーマで制作する冊子のことで、このジン代々木公園を起点に入居者にとってクリエイティビティがより高まる働き方の提案を図る意図で命名したんだそうです。建物は鉄筋、鉄骨鉄筋コンクリート造りの地上5階建てで、延べ床面積は 1575.2 平方メートル。リアルゲートは1階から4階をマスターリースします。区画面積は約24平方メートルから約159平方メートルということで、テレワークの普及やオフィスの、縮小などによりワークスタイルなどを見直す機会が増えた中、このジン代々木公園ではですね、テイストの異なるラウンジを2カ所、そしてウェブ会議用のフォンブースを設けることで、多様性のある自由な働き方ができる空間を作るということです。現在ですね、4階の区画の先行募集を行っておりまして、8月中旬から、内覧ができまして、9月の上旬に入居ができるということです。この新しいクリエイティブなね、オフィス探されている方、ぜひ、JIN 代々木公園で検索をしていただいて、申し込んでいただくと8月中旬から内覧ができるということですので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さあ続いて、またまたこの渋谷に面白い自販機、新しい自販機ができますよという話題なんですが、メンズのスキンケアブランドバルクオムの自動販売機が6月15日昨日からですね、渋谷ヒカリエの商業施設シンクスの中に設置されました。このバルクオムというですね、メンズスキンケアブランドは2013年に誕生し、オンラインストアをはじめバラエティショップやドラッグストア、セレクトショップなどの小売店、ヘアサロンの4000店以上で販売されてきました。アメリカやシンガポール、イギリスなど 10以上の国と地域でも展開しております。中心客層は20代から30代ということで、この渋谷ヒカリエのシンクスがリアルとネットとは異なる購買体験の提供として自動販売機に目をつけていたんだそうで、さらにですね、20代から40代を中心とした働く女性がメインターゲットの中、コロナ禍で男性の来館客が増えていることを背景に受け、男性向けのアイテムとして今回バルクオムに自動販売機での展開を提案したんだそうです。実際にそれが実現されまして、バルクオムはこの自動販売機で商品を販売するのが初めてだそうでして、渋谷ヒカリエのシンクスにもですね、ドリンク以外の自動販売機が設置されることも初となります。実際にこの自販機が設置されている場所は地下1階のコスメティクス&ビューティーフロアのレストルーム、ドリンク以外のアイテムにも対応する自由販売機、隙間デパート運営を採用されたんだそうです。自動販売機は白をベースにしたブランドコンセプトのザ・ベーシックの文字を歪ませてプリントしてあります。白と黒を基調にしたシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。タッチパネル式で商品の情報のほか、洗顔からスキンケアの手順を紹介するハウトゥー動画も流すんだそうです。
近年拡大しているこのメンズスキンケア、そしてコスメ市場なんですが、バルクオムも右肩上がりで売り上げを伸ばしているといいますが、昨年の新型コロナウイルス感染症流行の第一波の時期には特にこの売り上げが伸びたんだそうです。やっぱりおうち時間が増えて、おこもり美容ともね言われてましたのでね、それだけ需要が増えたということですね。それでもですね、店舗では購入しづらいという声もあることから、購入のハードルを下げたいと考えていたんだそうです。バルクオムはですね、パウチ容器の商品がメインなんですが、自動販売機では新規顧客を見込んだトライアルとして使える商品や、すぐに使える季節に合わせた商品をセレクトしているんだそうです。扱うのは5日分程度の内容量の洗顔料、化粧水、そして乳液とポーチのトラベルセット2420円、結構リーズナブル。さらにリップクリームや日焼け止め、女性にも人気が高いという泡立て用ネット、こちら660円、拭き取り用化粧水で汗拭きシートとしても使えるザ・フェイスシートなど10商品をこちらの自販機では取り扱っております。本来は非売品のワンデイキットは、化粧水、洗顔料、化粧水、乳液各2袋と泡立てネットを詰めた朝と夜1日分のフェイスケアのセットとなっております。こちらの自販機、支払いはキャッシュレスのみとなっておりますので、クレジットカードか QR コードの決算になります。現在の渋谷ヒカリエシンクスの営業時間は11時から20時となっておりまして、このバルクオムの自販機が設置されるのは7月の14日までとなっております。やっぱり男性がこう女性の多い、ね、このコスメティクスブースとかに足を踏み入れるのはちょっと抵抗がある方でも、自販機であれば手軽に買えちゃう、しかも非接触ですからね、感染症予防にもなりますし、すごい新しい試みでいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、この自販機見つけてみてくださいね。さあ、ということでここまでは渋谷イベントインフォメーションでした。この後は皆さんお待ちかねのゲストコーナーになります。その前に本日の3曲目お聴きください。順
渋谷クロス FM バイス、 バイス渋谷ボイス。この時間からはゲストコーナーです。本日のゲストは料理愛好家早川みりかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨年の2月ぶりですってご出演、はい、ねえ、めちゃくちゃ久しぶりですよね。そうですよね。ちょっとますますご活躍されてる早川さんに今日はお話聞きたいことたくさんあるので聞いていこうと思うんですけれども、その前にですね、なんとメールが届いておりますので、メールからご紹介させていただきますね、はい、ありがとうございます。こんにちは、ラジオ楽しみにしていました。いつも美味しいお菓子で楽しませてもらってます。これからも頑張ってください、応援してます、ということで丸さんからいただきました。ありがとうございます。丸さん、美味しいお菓子のお話もねこの後聞きますけれども、はい、そしてもう一つございますね。ちょっとラジオネームがないんですけれども、ちょっと匿名ということで、はい、ご紹介します。早川さん、ラジオご出演楽しみにしていましたということで、みその座で早川さんと早川さんお手製の体に優しいお菓子に出会ってから、ツイッターや YouTube をフォローさせていただき、早川さんの明るくて飾らないお人柄のファンになりました。今日もいっぱい楽しいお話を聞かせてください、楽しみに拝聴させていただきます、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとこれからお話聞きたいことがここにも詰まっていたんですけれども、確かに早川さん、はい、こう明るいですし飾らないお人柄のファンということなんですけど私も結構早川さんのツイッターにアップされてる動画とか見るの好きなんですよ面白いなと思ってぜひ皆さん早川さんのツイッターご覧になっていただければと思うんですけれども、はい、そうということで、昨年2月ぶりなのでもう1年以上経ってはいるんですけれども、うん、まあ、その間にいろいろあったと思いますが、はい、最近はどんなご活動をされてらっしゃるんですか？そうですね、最近は、はい、テレビ番組の、はい、まあ、人気家事番組ですかね、はい、あの料理の監修をさせていただいたりとか、はい、まあ、あとは、YouTube を開設したので、はい、ミリカムシクッキングという YouTube を開設させていただいて、はい、まあ、その中で簡単なお料理だったりとか作りやすい料理なんかを紹介させていただいたりとか、はい、やっぱりあとはメールにもいただいたんですけど、はい、まあ、ミリカコレクションという、はい、ブランドを立ち上げまして、そうなんですよね、まあ、こちらを、はい、今頑張っております。なんと本日こちらにも実物がございますミリカコレクションということで、はい、ま、今お話しいただいたように本当に番組の、ね、テレビ番組の料理の監修だったりとか、ま、はい、YouTube でも本当により皆さんに身近にこう料理の楽しさを知ってほしいっていう思いだったりとか、そしてこのミリカコレクションですよね、はい、今日たっぷりお話伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずこのね皆さんパッケージを見ていただいて、うん、紫が結構目にすぐ入ってくる、そしてこの上品な、はい、パッケージになっておりますけれども、やっぱりここにもこだわりがいっぱい詰まってますか？そうですね、はい、なんか、まあ、私自身が紫がすごく好き で、はい、でなんかどんな風にした、はい、色にしたらとかパッケージにしたら皆さんに手に取ってもらえるかなとか、はい、送ってもらった時に、はい、受け取った方がどうしたら喜んでもらえるかなっていうのをすごい考えて、はい、もうすごくすごく考えてこのパッケージに、はい、なりましたね。これ自分で手に取っても気分が上がりますし、はい、送られた方、その送っていただいた方も、はい、わあすごい嬉しい、ね、パッケージになってるなと思いまして、はい、で実際にこのミリカコレクションとはといったところなんですけれども、はい、どんな商品になってますか？あ、そうですね、はい、こちらクッキーの方も、はい、マドレーヌの方も、はい、こちらも糖質を抑えてできる限り、はいはい、でマドレーヌの方は、はい、味が4種類あるんですけれども、はい、失礼します、はい、開けちゃうぞ。1箱は5本セットになって、はい、なってて、はい、ラムレーズンと、はい、抹茶チョコとバナナですね、はい、4種類の味になっていて、はいはい、まあ、こちらも小麦粉不使用で、乳製品も使っていないです、はい、あとは白砂糖も使っていなくって、はい、まあ、添加物も入っていない、うん、本当に体にいいですよね、これ罪悪感なく、ね、
食べれるといったところで、はい、まあ、糖質カット、そして砂糖も使ってなかったりとか、うんうんうん、本当に添加物が入っていなかったりとか、はい、本当に素材にこだわった商品になってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、そもそもこのミリカコレクションを開発するにあたって、うん、まあ、糖質カットであったりとか、そういったあの体に優しいものを作ろうと思ったきっかけって何だったんですか？いや、 やっぱりこのね、コロナ禍の中で、はい、あの健康にね、気を使われる、改めて健康のことを考えられる方がすごく増えたなと思っていて、はい、まあ、自分自身もやっぱりそれを見直すきっかけにもなって、で、やっぱりその、まあ、手に取ってもらった人、はい、まあ、そういう方が安心して食べてもらえるものをがなんか届けられたらいいなって思っていて、あのやっぱおうち時間で私もこう焼き菓子をなんか試作するしてみようって思ってて、でそれをなんかいろいろ作ってて、あ、これがやっぱり商品になったらいいなと思って、はい、でそれが実現したっていう感じですね。私最初早川さんがこのミリカコレクションを発表された時に、はい、あ、お菓子なんだと思って、はい、早川さんといえば結構おかずであったりとか、まあ、その主菜であったりとか、ちょっと料理のイメージがすごかったの、すごくあったので、あ、お菓子なんだと思ったんですよ。はい、そうなんですよね、はい、なので私も今まで本当にお料理でお菓子の方にはそんなにこう、まあ、自分もそんなにすごい得意なわけではなかったので、はい、まあ、あの自分がこうプロデュースしてこういうものを作りたいんですって言って、まあ、ケーキ屋さんにこれあの商品自体は作ってもらってるの、ケーキ屋さんに作ってもらってるので、はい、あのこういうものを作りたいんですみたいなこう気持ちを伝えて、まあ、具現化されたっていうものですね。はい、実際に開発期間はどのぐらいだったんですか？もうこれね、1年ぐらいかかったんですよ。うわちょうど今年の1月24日でしたかね、リリースが。そうですね、そして、はい、こちらありますね、はい、今年の1月24日にリリースされて、まあ、はい、早半年経つと思うんですけれども、ね、1年のこの努力だったり、ね、汗がここに詰まってるんですねそうなんですね。今ね、画像にもあるんですけれども、はい、左上に映ってるのが、はい、糖質カットのスティック、はい、マドレーヌでしたり、そして下に映ってるあのクッキーが低糖質のスパイスチーズクッキーということなんですね、はいはい、で私も実際にいただきました、はい、本当にありがとうございます食べてみた感想をちょっと皆さんにシェアさせていただきますとですね、こちらの、糖質カットのスティックマドレーヌは、ま、砂糖不使用ということなんですけれども、うん、素材の甘さだったりとか、その素材の美味しさがこう食べた一口目から食感とともにもう幸せに美味しいってなってこれ本当に大げさでも何でもないんですよ。やっぱり、ね、低糖質っていうとこう、まあ、低糖質かじゃそんな美味しくないけど、まあ、体のためだから妥協して食べるかっていうその妥協じゃないですか、はい、でもそれを見事に裏切られるこの美味しいスティックマドレーヌに、そしてこちらですよね、糖質カットのスパイスチーズクッキー、はい、こちらはもう、小麦粉が不使用ということなんですけれども、はい、小麦粉を使ってないと思わせないぐらいサクサクしていて、うん、しかもこのスパイスな感じ、チーズな感じがまたまたこれサク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 食べれちゃうんですよね。お酒のおつまみとかにもすごくいいんじゃないかなと思いました、はい、本当にこれは自分が食べてもまあ、自分の体にもいいし自分も嬉しいし送った相手にもすごく喜んでいただけるような商品になってるんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。すごい熱く語っちゃったんですけども、私が言ってほしいことをすべて佐藤さんが言ってくださって、はい、ありがとうございます。でも本当にそのこだわった点というのが食べている人にも伝わるってすごくないですか、はい、いや本当にもうありがたいですね、はい、本当にその私何も説明を受けてなくてもこの感想なんですけれども、はいはいはい、実際にそのこだわった点というものも、うんうん、教えていただいていいですか。はい、そうですね、はい、やっぱ低糖質、はい、私も今までいろんな低糖質のお菓子結構食べたりしたんですけど、はい、やっぱり低糖質だなって思うんですよね、はい、でもそこをやっぱ覆したいっていうのがあって、はい、まあ、なるべく糖質は抑えてるんだけど、はい、まあ、普通のマドレーヌに近いものだったりとか、まあ、クッキーはちょっとなかなかない、はい、こう他に比較するものがないような味だと思うので、はい、これはね、なんだろう、単独でもいけるななんて思ってたりしてて、はいはいはい、なので、まあ、その本当に低糖質とは思わせない商品を作るっていうところにすごいこだわりを、はい、
置いて作ったので、もうそれが伝わってすごい嬉しいです。本当に低糖質だったり、ね、小麦粉入ってないだったり砂糖使ってないなんて嘘だと思うぐらい、はい、本当に美味しい商品になってるんですけども、でクッキーの方は本当にこれ一、はい、つ全部食べても、はい、糖質が、はい、あの 10g 以下なんですよ。はい、あ、そうなんですか、はい、なのでもう本当にあのお酒のおつまみ、まあ、おうち時間でね、あの少しでも楽しんでもらえたらなと思うの思って、確かに、はい、こうご飯じゃない、お菓子を食べるときってちょっとやっぱ罪悪感あるじゃないですか、はい、こんな時間に食べていいかなだったりとか、うん、ちょっとお腹のお肉気になるけど食べていいかなだったり、もうそんな罪悪感なく食べちゃいますもんね。すごいんですよ、はい、そうなんです、はい、やっぱりこれだけこだわりもすごいあると思うんですけれども、大変だった点、開発する上でどんなことがありました？そうですね、でもやっぱり、うん、なんだろう、食感とか、はい、こう香りとかが、はい、小麦粉使ってなかったりとかバター使ってなかったりとかすると、うどうやったらこう美味しい香りになるかなっていうのを、はい、すごい、なんだろう、そこが一番苦労したかなって、まあ、食感もこの小麦粉使ってないのにサクサク出すために、はい、すごい何度も試作したりとか、あとこう形、はい、形も普通のマドレーヌの形ってこう貝殻みたいな形なんですけど、はい、なんかそういう風にした方がいいかなとか、でもスティックにしたのはやっぱりこう食べやすい、はい、こうまあ、一口でパクパクって食べれるような感じにしたところですかね、はい、本当にそうなんですね、はい、形にもこだわって、本当にその努力だったりいろいろ皆さん食べる皆さんのことを思ってのこの気持ちがたっぷり詰まったミリカコレクションとなっておりまして、今回マドレーヌとチーズクッキーありますけれども、こちらちなみにどちらであのゲットできますか？はい、はい、ですね、こちらはベースというネット通販でも販売してるんですけれども、はい、あの東京だと実店舗でも販売しているので、はい、マルズケーキという稲荷町駅の近くのケーキ屋さん と、浅草橋駅近くのパティスリーマルズというケーキ屋さんでも販売してますので、はい、そちらでも購入できます。はい、ということで、そのぜひ気になる方はミリカコレクションで検索していただくと、まあ、ネットでも買えますし、はい、実店舗でも手に取っていただけるということですので、ぜひ、まあ、ご自身のご褒美でもいいですし、贈り物にでも最適でございますので、ぜひこちら手に取ってみてください、ね、そう、そういえばその実際に手に取れるという実店舗もね、今2店舗ご紹介いただきましたけれども、はい、そう、前々回ですね、はい、あのゲストに来ていただいたじゅんさんご出演していた、はい、あの3月のみその座での公演でもこちら販売されてたんですよね、うん、そうなんです、そうなんです、そう、はい、早川さんもみその座に行ってらっしゃると思って、はい、ツイッター拝見しておりましたけれども、そうなんですよ、みその座でもあの、はい、私愛知出身なので、そうじゃないですか、はいはい、昔からの お友達とか来てくださってくれたりとかして、はい、あの販売させていただきました、はい、どうですか、実際にみその座でこのミリカコレクションを手に取って食べられた方、はい、感想は届きましたか？あ、そうですね、あの、はい、ツイッターでもあの後日、はい、あのメッセージいただいたりとか、あとは本当にあの連続で公演を見て、はい、見に来てくださってる方とかは、初日来てすごくホテルに帰って美味しかったから、はい、また今日も買いに来ましたとか言って買ってくださったりとか、はい、もうあとは本当にあのみその座で買ってくださって、またお家に帰ってすごく美味しかったから会社の方に配りたいって言って、ネットでまた購入してくださる方とかいて、もう本当にありがたくって、すごい嬉しかったですね、はい、そのリピートするっていうところもすごいですよね、それだけ本当に美味しいってことですし、はい、罪悪感なく食べるっていうところもあると思うんですけれども、それだけたくさんの方に愛され始めているこのミリカコレクションということですよね。はい、もう嬉しいですね、本当にその3月のみその座公演でも実際にこのミリカコレクション
販売されて多くの方のもとに届いたと思うんですけれども、で、はい、7月にはこちらですよね、明治座で7月純烈公演ということで、はい、こちらも純さんがご出演されるということで、はい、前々回ご出演ご紹介していただいたんですけれども、はい、映像も出てますね。などこちらでも早川さん何かこう携わられることがあるというお伺いしてますが、はいはい、そうなんです、今日発表させてこの場でですか、はい、いいんですなんですけど、はい、あのミリカコレクションの販売も決定しました、はい、まずすごい明治座でも販売させていただけることになりました、はい、あとはですね、はい、もう一つあるんですけれども、純烈さんプロデュースのお弁当を、はい、今回明治座で発売することになって、そのお弁当の監修をさせていただくことになりました。はい、純烈さんプロデュースのお弁当の監修を早川さんがされるんですね、はい、すごい。そのお弁当は出演者の方が食べるとかじゃなくて、はい、見に来てくださる方が食べれるお弁当なんですか。あ、そうなんです、そうなんです。へー、はい、合間、はい、幕間の間に食べていけるお弁当になってますので、はいはいはい、そうなんですよね。こちらの公演、はい、第1部第2部と分かれているということで、ね、その間に食べれちゃう、はい、お弁当になっている、はい、どんなお弁当になってるんですか。これはですね、まだ、はい、予約が開始されてないので、はい、詳しくは言えないんですけど、はい、もうとっても美味しく出来上がっているので、予約が開始されたら、はい、ぜひ皆さん予約をしてほしいなと思います。はい、こちら予約制で手に取れるお弁当になってるんですね。そうですね、詳しくはホームページと私のツイッター見ていただけると書いてますので、はい、ありがとうございます、はい、お弁当の名前もちなみにあるというお伺いしてるんですけれども。そうですそうです、はいはい、お弁当の名前がですね、はい、祝純烈座長弁当。おー、そうなんですよね。この明治座の7月純烈公演では、はい、純烈さんが初座長を務めるということで、祝純烈座長弁当、はい、そのまんまでもありますけど覚えやすいですね。しかもこう、はい、祝ってね、そのめでたい気持ちも詰まってるお弁当って、そりゃ手に取りたいですし食べたいですし、はい、楽しみですね。はい、もう私もめちゃくちゃ楽しみなんですけど、はい、それがすごい伝わってきますそっか、じゃあミリカコレクションの販売決定と、はい、この7月の明治座7月純烈公演での純烈さんプロデュースの、はい、祝純烈座長弁当の監修も早川さんがされるということで、はい、他にも何かありますか。はい、もう一つあります。もう一つ、あと、はい、喫茶があるんですけど、明治座さんの中で、はい、カフェができるところ、そこでも限定のドリンクを発売するということで、そちらも監修させていただくことになりました。ドリンク、これも純烈さんプロデュースのドリンクという、はい、あ、そうですね、はい、どんなドリンクですかこちらは。もうこれもですね、はい、マダムの方に喜んでもらえるような、はい、ドリンクになってまして、こちらの名前の方も、はい、いつまでも綺麗でいてね純烈ドリンクというドリンクを発売させていただきますので、はいはい、こちらもチェックしてください。なるほど、ありがたくいただきたくなるようなドリンクのお名前でってことは、ちょっと名前から予想するに、お肌にいい成分が入ってたりなかったりとかですかね、とかですかね教えてくれないんですねということですので、こちらはやっぱり、ね、公園に行かれた方が楽しめるお弁当、はい、そしてドリンクになっているということですので、ぜひ皆さん、こちらもなんと昨日からお稽古が始まったともお伺いしましたが、そうですね、昨日から、はい、稽古が始まっております。はいはいはい、7月の2日から7月18日に公演ございます。こちらもチェックしていただくとともに、早川ミリカさんの、ね、プロデュースミリカコレクション、そして純烈さんのお弁当ドリンクともに楽しんでいただけたら、もうこれ200点満点なんじゃないかなと思いますので、はい、ね、予約もこれから開始されるということですので、そちらの情報はやっぱり早川さんのツイッター等と見れば、ツイッターと、はい、あと明治座さんのホームページで、はいはい、発表されると思いますので、こちらをご覧ください。はい、要チェックでございます。ありがとうございます。ということで、お時間もね、終盤に差し迫ってきてしまったんですけれども、はい、なんとここでまあ、さらにまあお知らせとともに、皆さんにプレゼントもあるとお伺いしてるんですけれども、はい、そうなんです、よろしいですか。はい、はい、今回ですね、はい、これ聞いてくださってる方、見てくださってる方に、ミリカコレクションのマドレーヌとクッキーを
はい、1名の方にプレゼントしたいと思います、はい、視聴者プレゼントということで、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、そちらはどのように応募すればよろしいですかね。そうですね、先ほどお伝えした、はい、あの明治座で、はい、純烈さんプロデュースのお弁当の名前、はい、もう一回言います、はい、祝純烈座長弁当と、はい、あの私の、ね、方にあの DM 送ってくださった方の中から1名の方にプレゼントしたいと思いますので、はいはい、どしどしご応募いただければと思います、はいはい、皆さんメモしましたかね、お弁当のお名前、はい、そして、はい、ね、こちらの、お弁当のお名前が祝純烈座長弁当ということで、そちらのワードとともに早川さんのツイッターのダイレクトメッセージにこちらのプレゼントご希望と送っていただいた方の中から1名の方にこちらプレゼントしていただくということですので、皆さんどしどしご応募ください。もうまさに、ね、楽しみとワクワクがすごい詰まっている公演でもありますし、このミリカコレクションでもあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。視聴者プレゼントまでね、ご用意いただきました、はい、ということでお時間あっという間だったんですけれども、じゃ最後に皆さんに告知お知らせしたいこととともにメッセージ、早川さんから頂戴できますでしょうか。はい、はい、ですね、なんかツイッターもインスタも、はい、YouTube もやってるので、あのそちらもぜひご覧いただければと思いますし、はい、そのツイッターの中でこうコメント、いろいろこういう料理作ってほしいですとか、はい、そういうメッセージとかもこう答えられるのは答えて、レシピ作ったりしてますので、はい、そんなメッセージもいただけたらなと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当に早川さんの、ね、レシピもそうですし、まあ、公開されている情報も楽しくやっぱり身近に料理を感じれると言いますか、はい、体にいいものであったりとか、うん、素材を大事にされているレシピが多かったりするので、はい、ぜひぜひ皆さん早川ミリカさんでですね、ツイッターと SNS チェックしてみてください。はい、あっという間のお時間だったんですけれども、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて本日のゲストは料理愛好家早川ミリカさんでした。それではまた来週お会いしましょう。